皆さんこんにちは、マックス・ブライです。ミックスです。本日は私とミックスの2人で密かにやってきております、はい。新宿にございますアップウォンクが運営するプライベートキッチン密か、完全予約制のコース料理を提供している、レストランなんですけれども、こちら2月がですね、なんと3周年でございまして、スペシャルコースとなっております。本日それをいただく。ただし準備されてるのは1人前のみ。何てことするんですか。仲良くもう2人分用意できないんですか。何なんですか。すいません、その状況。すいません、素材的に動画的にです動画的にだった。私もめっちゃお腹空いてます。一品一品対決して食べれるのはどちらか1人。これから我々が食べる料理、皆様もご予約いただければ食べることができますので、どうぞ皆様ご予約くださいませ。よろしくお願いします。では1品目いきましょう。いきましょう。1品目、オマールエビのスープ。見るからにもう今ちょっと飲んじゃいました。すいません。え、早っ。先に飲んじゃいました。もうすごい香りがすごい。では対決形式は、これ飲みてえな。初めてもいい。いや、もうそういう感じも。最初のグーじゃんけんほい。あっち向いてほい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 。シャン、いただきます。こちらのスープなんですけれども、オマールエビがもう殻から身から何から何まで全部全部なんですよ。見てください、このドロドロ。食べるスープですよ。いただきます。濃厚味噌でしょ。うまっ。いやー、温まるね。まだまだ言ってもお寒い時期でございますから。いやいや、2月が一番寒いですからね。ひたひたにパンがスープにひたひた。マジカットです。これだから全部巻きたら一個も食べれずにただ座ってるだけっていう可能性もあるんですよね。そうっす。二品目、はい、サーモンのカルパ。二品目、サーモンのカルパッチョをかけて戦う。はい。そのゲームはミックス考案カニカマかまぼこゲーム。カニカマのカニかかまぼこのカマをどちらかを言います。はい。でカニって言われたらカマって言います。カマって言われたらボコって答えないといけない。で、それで詰まった方の負けってことですね。まあ最初ゆっくりめでいきますか。はい、ゆっくりめでいきましょう。いきますよ。カニカマカマボコカニカマカマボコカマボコカマカニカマ。いただきます。今の負け、今の負け、今の負け、今の練習、今の練習なら負けでしょ。明らか負けでしょ。いただきます。このサーモンでございますけれども、キャビア巻いてるもん。生サーモン、冷凍されておりません。あ、すごい。とろっとろなサーモンですよ。この酸っぱさ、うん、このソースの酸っぱさがなければ、もう何か別のものと勘違いしてしまいそう。魚だっていうことすらも忘れてしまいそう。マジでうまいよ、本当に。ここで3回戦目と見せかけてですね、まだ我々飲み物を飲んでおりません。ビールをかけて対決です。先日私が動画で使った5個のサイコロを持ってまいりました、はい。ゾロ目が多い方の勝ち。万が一2人ともワンペアすらできなかったら、はい、なし。おお、それぐらい厳しくいきましょう。おお、見たいですね、その5個やったその実力がいかに。はい、4だけワンペアで、これで43つとかって出せば勝ちですよね。そういうことです。1個はスローション、1個は飲むぞービールゲット。ありがとうございます。いただきます。皆さん乾杯。じゃあ北赤にと、フォアグラのグラタンでございます。うまそうチーズ、あ、うまそう。いきます。ほこい、指すまによし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 、指すま1、指すま1、よし。2つ上げてきたか。指すま0、指すま1、指すま0、やるな。指すま3、うわー、やられたー。よし、ストレート負けだ。よし、優しい味ですね。私から代わりに説明させていただくと、中に、マカロニ等は入っておらず、ポテトすりつぶされたじゃがいもが、優しい。そして優しい、そのフォアグラ、フォアグラいきます。あのね、最初はもうそれぐらい半分ぐらいいっちゃっていいよ。うまっ。フォアグラの食べ方、これがね、これめっちゃいいっすね。フォアグラのステーキですよ、ドーンって出てくるよりも、うんうん、なんかこの食べ方でフォアグラをもう細切れにしてちょっとずつ香りとか、はい、濃厚なその味を楽しむ、
が最高じゃない？あー濃厚っすね、ほんと濃厚っすね。いやー満足、いやもうかなり満足度高いっすねこれ。4品目はい、まあ、さっきねサイコロで僕ワンペアもできなかったちょっとリベンジさせてもらってもいいですか？逆に結構な確率ですよあれは。私からいきます。ここで3つとか出されたらな結構マイ。お3つ11142はい22346マクサシャリー。こちらタコとカブの柔らか煮でございます。タコとカブの柔らか煮、いやいただきます。味なんですか、ちょっと甘辛いんですか？甘辛い。うわタコと思えないぐらい柔らかい。あとカブもね染みてる。2月今が旬のカブですよ。もうこんだけ染みちゃってますよ。いやこのタコはすごいよ。この食感のタコを本当人生で初めて食べてますね。すごい美味しゅうございました。はい、お水美味しいっす。次メインっす。2月の日さば、3周年ということもございまして超豪華となっております。うん、もうすでに我々はですねキャビア、フォアグラ、世界三大一味、あと一つ何？トリュフ。正解。なんとこの後のメイン名古屋コーチンの焼いたものにトリュフがドサッと乗っております。一発勝負でいきますか？もう目の前に来て、はい、さあ食べたいという気持ち、じゃんけんでどうですか？込めましょう。おいしご込めましょう。名古屋コーチンのグリルトリュフ添えでございます。トリュフめっちゃ乗ってる。料理が来てドキドキしたの初めてですね。じゃんけん一回勝負。最初はグーじゃんけんパイ。よっしゃー、やったー。うわやったよ。やられたー。うわーやった。もう一丁トリュフいきなり、もう一枚もう一丁。うわたっぷりつけてソース。うわー、それがトリュフ。肉の歯ごたえが半端ないですね。弾力が押し返されます。さすが俺の地元。うん、あーうまっ。濃厚。鶏が濃厚。鶏濃厚ってあんまなくないですか？あんまない。その肉肉しいとかじゃなくて濃厚っすね。ちょっと塩で食べよう。うわまた贅沢にトリュフを1枚。はい、あお塩いいっすね。お塩うーわこの画角 VR みたい。うわうわうま、皮うま、超満足、超満足。ごちそうさまでした。2月の日とかファイナル定番のフレンチトーストでございます。このフレンチトースト毎回いろんなフルーツ、いろんなものとの組み合わせで提供されておりますが、やはり3周年ということもあり、アップバンクのテーマでもあるリンゴでございます。リンゴのフレンチトースト勝たせていただきましょう。こっち、私がここまで2連勝しているサイコロです。いきますよ。参る。また1、2、3、4、5。わしこれ2個揃えるだけで勝てる。またやったな。いきます。逆にすごくない？出るでしょそれ。はい。1、3、4、5、6。サドンデスですかね。はい。あーそっちか。1、1、2、2、4。はい。4、4、4、5、5。私の勝利。私が食べてる間サイコロ振る練習でもしとけよ。焼きリンゴの練習。ありがとうございます。すげえ立ってる、リンゴが立ってる。いただきます。あーうまい。いや美味しいでしょ。すごいもうねリンゴの甘さみたいなもの、甘みみたいなものがすっごいね感じられる。うわジャム、ジャムいいな。贅沢じゃの。この粗挽きな感じのリンゴのソース、すげえ美味しい。食後のデザートはコーヒーか紅茶を添えていただきます。もう、あ、僕にはないですよ、もうコーヒーは。はい、あのデザートとセットですから。セット。そんなわけで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。本日、私とミックスが食べた料理は、2月のひそかのコース料理です。ひそかは完全予約制のレストランとなっております。概要欄にリンクございます。ぜひともご予約して、記念日であったりとか、大切な人との食事にご利用くださいませ。ひそかはもうかねてから発表させていただいている通り、3月末で閉店となります。2月、3月はもう怒涛のイベント、そして怒涛の料理、盛りだくさんでお届けしますので、どうぞ皆様のご来店をお待ちしております。お待ちします。さよならー。